背番号7番田辺圭介です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、自分がサッカーを始めたきっかけは、幼稚園の頃に、体験サッカーみたいなのがあって、そこでサッカーを始めました。きっかけとかは特にあんまりないんですけど、サッカーをやってる中で、自分が好きなことだし、これを仕事にできたらいいなと思いながらサッカーをやってて、で、大学卒業するタイミングで、Jリーガーになれる機会があったので、そこから頑張ってます。もう本当にサッカーが好きな気持ちは誰にも負けないっていう気持ちを持ちながら、ずっと本当に練習、ちっちゃなことからサッカーを練習することだと思います。はい、左足のキックです。練習方法とあれは教えてください。はい、もうキックは一人でもできますし、壁などいろんなところでもできる、壁があったらいろんなところでもできると思うので、もう本当にキックに関しては蹴れば蹴るだけ上手くなると僕は思ってるので、もう数を蹴って蹴り込むことだと思います。じゃあ実際にやってみてください。はい、お願いします。練習のポイント、なかなか一人でコーナーキック練習するのは難しいと思うんですけど、蹴る時のコツとしては、自分の歩幅をしっかり合わせて蹴りやすい歩幅で蹴るっていうことと、僕が意識していることは、蹴る前に一回深呼吸して、気持ちちょっと落ち着かして、蹴るっていう風にはしてます。で、練習はもう自分の好きなように蹴ったらいいと思うんですけど、試合ってなると、中の選手たちとの、兼ね合いもあるので、そこはチームで練習してもらって、自分でやるときの練習としては、斜め下ぐらいをこのインフロントっていうんですかね、足の甲とインサイドの間ぐらいのところで、擦り上げるっていう風な感じで蹴ってます。はい、放課後に、友達と、ずっと毎日のように、ボール蹴ったりサッカーしたりということで、サッカーをだんだん好きになって、で、今こうして J リーガーになれることがなれることになりました。はい、サッカーを好きな人はもちろんサッカーをもう思いっきりやってほしいですし、それ以外に自分の好きなことを見つけましたら、それに向かって本当に一生懸命頑張ってもらいたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。